内法は、ある概念が持つ共通な性質のことを指し、外縁は、具体的にどんなものがあるかを指すものである。これらは互いに、対義語の関係を持つ。数学の集合の記法における、内法による記法と外縁による記法については、詳細は集合記法を参照。論理においても、内法と外縁という語は使われることがあるが、数学と同様の用法がなされる。 基本的に表現法の違いであり、外延性の効率により実質が同じであれば両者は同時ものとする。よって、以下のような哲学の場合のような議論は通常は必要としない。なお、両外延量と内放量にある外延量、内放量という語は、物理学における物理量に関する熱力学的概念を呼び、数学では速度論的に区別を考えることができるような、 術語として考えた方がよく、ここでの議論から類推できるようなものとは異なる。詳細はやはりリンク先の記事を参照。内包は、ある記号が意義とする、対象に共通な性質のことであり、外縁は、記号の指す、具体対象のことを指す。また、外縁と内包は、各々、概念の外側か内側かという意味合いを持っている。例えば、芸術という言葉は、自己表現。 人間活動などの属性を内包とするのに対して、演劇、音楽、絵画、彫刻、文学などの非属性を外演として指す。すなわち、芸術を内包的定義で表すと、芸術とは様々な方法で自己表現を行い、美的な価値を創出する人間活動のようになり、外演的定義は芸術とは演劇、 音楽、絵画、彫刻、文学などのこととなる。外演的定義では、すべての例を挙げることは大抵困難なので、などのような言葉を用いて、具体例を途中で打ち切ることが多い。内法と外演という概念は、通常互いに対義語の関係である。ただしその定義については、哲学者によって、より限定したものとなることもある。また、 内法は思考性との関連で論じられることが多い。家族的類似も参考。A.B. 福武国語辞典、椛島忠夫、植垣節也、蘇田文雄、佐竹秀夫、福武書店、初版、P935。ISBN 48億2880万3998。2009年3月9日閲覧。岩波哲学小辞典、栗田健三。 小材義重岩波書店2008年12月19日閲覧開前、随広市第18回常識的な概念ほどきっちり定義を考えなければならない IT メディア2013年11月5日閲覧ありがとうございます